お耳ぴょんぴょん、しっぽふりふり。ちょうどよかった場合、今着替えが終わったとこっちゃけん。急に本部から送られてきたらしいんよ。なんでも新しい装備の試作品みたいで、寸法がうちにぴったりやったけん着てみたっちゃ。似合っとう？ウサギさん、かわいいっちゃもんね。それに、ウサギの足は幸せば運ぶっち言うみたいやし、うちとあっとう気がするんよ。やけん、もっとちゃんと見てよかよ。目ばそらさんで、足とかも、いろいろ。それが狙いっちゃ。旦那様のこと、脳殺しとうと。たまにはうちもこんくらいは頑張るっちゃも。ほら旦那様、ちゃんと見て感想とか。あ、ありがとう、嬉しく。嬉しすぎてとろけそうっちゃ。恥ずかしいけん着ようか迷ったけど、勇気出してよかったばい。だって旦那様、他の子にデレデレしとう時があるんやもん。まあやきもちでそう見えるのかもしれんし、そういうのも解消っちゃけど、ただ他の子どの子も素敵やし、うちも待ってるよりたまには攻めてみようかなとか。とにかく喜んでもらえたならよかったばい。そうだ、今日は満月やけん、ついでにお月見していかん？うさぎさんの格好でちょうどよかろうもん。はい旦那様、お夜食作ってきたっちゃ。名付けて博多うどんお月見番隊。おうどんが一玉しか残っとらんかったんよ。今度取り寄せとかんと。旦那様優しか。ならお言葉に甘えて。はい、あーん。それに天気も花丸ばい。あ、本当に綺麗っちゃね。それにとっても幸せっちゃ。旦那様に会ってからうち自身の幸せいっぱいいっぱい増えとう気がする。旦那様、わがままかもしれんけど、うち来年もこうして一緒にお月見したいっちゃ。うん、約束。気に入ってくれたならまたこの衣装着てくるけんね。あ、うん、着るのは旦那様の前だけにせんと。そんなの今さらったい。ほら旦那様、おうどん最後の一本、二人で一緒に食べるっちゃ。一緒に食べるって言ったの旦那様やけんね。ちゃんと責任取ってほしいっちゃ。うちはこっちから、旦那様はこっちから。
はい、あーん。じゃあうちもいただきます。これからも一緒に幸せになろうね、旦那様。